挑戦の数だけ保険がある。前人未到の地を目指す、生涯をかけてロマンを追い求める、そんな彼らの挑戦を支えたのは保険だった。保険をかけることでリスクを分散し有事に備えたのだ。人々の挑戦を支え続ける保険は時代とともに進化をし続けているのだ。そして2020年明日、地球突如現れた謎の宇宙生命体リスクーンは世界をリスクで埋め尽くすため侵略を開始。艦載、自動車、自動機、対する人類、保険の力で対抗、保険の力で強大な敵に挑む者が日本の首都東京に現れた。保険ヒーローの誕生である。話は変わるが、保険ヒーローは保険の力で世界を守るのが仕事だ。そういう話が聞きたかったんですよ。さて、まずは住宅だ。みんなの家、安心と安全を守るぞ。家？ああ、家は人と違って逃げないし、車と違って動かないからな。質問です。どうやって家を守るんですか？それはだな、保険ショットだ。保険ショット？保険ショットで住宅に保険をかけて守る。バンバン当ててどんどん守るんだ。なんか守るっていうより倒しちゃいそう。つべこべ言ってないで、そろそろ行くぞ。ああ行くぞ。はい。
あいつらが集まると途端に危険度が高まる。奴らの好きにさせないのが僕たちの仕事だ。そして日々の生活の中には見えないだけでいろいろなリスクが潜んでいる。つまりリスクーンの奴らはどこにでもいる。今この瞬間にもみんなの安全が脅かされているかもしれない。そう考えたら僕はいても立ってもいられない。先輩、うん、そうかなくちゃな。次の任務レッツゴーだ。行くぞマリン、ついてこれるか。いや、ついてくるんだ、この地の果てまでも。行っちゃった。まあ、あいつはクールに見えて実はイノシシみたいなところがあるからな。なんかわかる気がする。あ、戻ってきた。そうだ、言い忘れていたが、君の持っている保険集団は家や人を保険のパワーで守るだけではない。なんと保険のトリビアについて知る機能、そしてカメラ機能もついているのだ。トリビアにカメラ？保険のトリビア、それは歴代保険ヒーローたちの英知の結晶、つまり保険辞典、教科書のようなものだ。この先保険の知識で困った時、きっと君を助けてくれることだろう。マモルも初めの頃はこれに頼りっぱなしだったんだぜ。そういうのがあるのは助かるわね。そしてカメラだ。その名もチャレンジカメラ。これはだな、気晴らしに遊んでみて。遊ぶの？何言ってんだマリン、息抜きは重要だぜ。そりゃそうだけどさ、人生いろいろ新しい発見があるはずだ。都合よくはぐらかされた気がする。そいつらを見るためにはマイページからだな。後で確認してみようぜ。はーい。さてこうしてはいられない、次の任務にレッツゴーだ。ちょっと待ってくださいよ。ちなみにリスクーンの奴らはいつでもどこにでも現れる。気を抜かずきっちり対処するように。それ言うためだけに戻ってきたんですか？なんか一言くらい言ってからにしてください。やれやれ、世話が焼けるぜ。あんたが言うか。住宅も保護する。木造、鉄筋、よりどり緑だ。なんだか静かだけど。ここはまだ安全だが、少し離れたところでリスクーンが確認されたらしい。家って頑丈そうだけど、そんなものにも取り付くの？リスクーンはどこにでもいるんだ。オイラたちが安全だと思っていても、それって案外危険だったりするんだぜ。その通り。一見丈夫そうな家だって火事、地震に風災、水害、確かにいろいろあるんだね。私も気をつけよう。おう、守る、あいつら集まってきやがった。この辺りと隣の区画、ちょっとこの数はまずいぜ。なんだと？こうしてはいられん。急がなくては。ちょっと先輩、どこ行くんですか？僕たちは別の場所で任務に当たる。
マリン、ここは君に任せたぞ。任せたぞ。リス君たちは言ってしまえばまだ小さい。あれくらいなら可愛いものだ。リス君はいろいろなものに取り付く。集まれば集まるほど大きいものや複雑なものに取り付くようになる。下手するとビルとか家とか乗っ取られるかもな。それって大変なんじゃ。そう、ことは1分1秒を争う。善は急ぎだ。行くぞ。先人の谷に突き落とす。可愛い子には旅をさせよと言うだろう。よくわかんないけど、すごーく都合のいいことを言われてる気がする。何事も挑戦だ、挑戦。ああ。